はい、こんにちは。今回はね、公明党は汚いということでね、お話ししたいと思います。今回ね、貧困対策に、まあ、10万円の給付というのを言い出したのは公明党なんですよ。そしてその公明党は巧妙にですね、この10万円を使うことによって国民に10万円を配るというね、そういった手段を用いてある目的を遂行しようとしてるんですよ。その目的っていうのは自分の身内にお金を配るってことなんですよね。今日本国民が5万円10万円を一律専従の思いで待ち望んでる時に、その5万円10万円の給付ですらね、おそらく最短で来年の春ぐらいになると思います。なんでそういうことが起きるのか。現金をスッと送れば済むこと、もしくは政府小切手ですか、こういったものを全国民に名前入りでスッと配れば終わるんですよ。でもそういうふうな簡単な方法を用いたら公明党その関係者は儲からないということでね、公明党さんはよし、この10万円を2分割にしよう、そして5万円はクーポンにしようじゃないかと。クーポンを作るとそれを印刷したりデザインを考えたり、いわゆる発行事務手数料が余計に900億円以上、1000億円ぐらいかかるじゃないか。よし、この1000億円で身内の業者を儲けさせちゃおうみたいなストーリーだったんですよね。で、昨日ね、これについて山口代表にまあいろんなね質問が上がったんですけども、その中でね、驚きですよ。なんでこんなことをやるんですかと聞いたらね、いやいや、こういうふうなね、クーポン発行にしたら事務手数料が900億円ぐらいかかるの、これ致し方がないことだよねって感じでね、全くちんぷんかんぷんな答えで質問者を煙に巻くわけですよ。待てと、公明党、山口待て、この山口夏を待て、どこまで汚いんだと。だからその900億円1000億円かかるのが致し方がない、それが起きないために10万円を一発でスッと配ればいいじゃないか。だって5万円配るでしょ、それを10万円にしたら終わりですよ。事務手数料など煩雑な作業がかかるクーポンの発行なんていらないわけですよ、ね、でいいじゃないかということなんですけどね。でもまたここに妙な理屈つけるんですよ。これが頭の悪い理屈ですよ。5万円すらクーポンにせずに一括10万円にしちゃうとみんな貯金しちゃうじゃないかみたいなね、だから使っていただくために5万円クーポンにするんだよみたいなね、アホかと。アホ、本当にね、どこまでね国民がバカだと思っているのかということなんですよ。いや、大半の国民はバカだろうが私は騙されないよと。公明党の党員とかそれから創価学会の人は簡単に騙せるだろうが俺は騙せねえぞと思いますね、だからね、創価学会員の方ね、こんなことを許していいのかと私は思うんですよ。もうすでにこの公明党はね、創価学会員のことを利用してここまでのことをしてるわけですよ。なんで支持する理由があるんだということでございます。で、少ない意見なんですけども、私なりにね聞き取ったことを申し上げさせてもらいますけども、創価学会の方でも不信を感じている方、なんだこれはと思う方、公明党に対してねむちゃくちゃ異論反論があるそうなんですけども、それを言えない雰囲気がもうすでに創価学会の方に中にあるから言い出せない、要するに言論統制が成功しちゃってるんだっていうわけですよ、ね、それはね公明党の党員さんも同じで、いや公式発表があったからね、個人的にはこう思ってるんだけども、なんかでも自分の出世とかこの地位を守るためには逆らえないんだよと、同じように言葉を合わしとかないと、空気読まないと自分の収入源がなくなっちゃうし、これから自分も公明党の中でね要職につけるチャンスを失っちゃうよ。だからまあまあ見て見ぬふり聞いて聞かぬふりすればいいよと。困るのは国民だから、まあ、俺たち公明党の党員はそんなに困んないから、まあこんな言葉が聞こえてくるとお前らもかとうんざりしますよね。タイは頭から腐ると言いますけども、何と言いますか、自民党と一緒に行動していると公明党さんもね、以前の崇高な理念を忘れて、まあ自民党と変わらない種に交われば何とやらになってくるのかなと思います。非常に悲しいですね。まあ、その中でね、やっぱり自民公明党という、悪徳政治、まあもちろん悪徳政治っていうのはそれに反してるからなんですけどね、例えば私がね自民党の熱狂的な支持者になったり、自民党の公認を得てまた
可愛いなんとかじゃないですけどね、きちんと買収計画に乗って悪事に手を染めること、国会で嘘をつくことを何とも思わないような人間になってしまえば、多分自民党万歳、公明党万歳になると思うんですけどね。どうしてもね、損得でなくて自分の中の善悪に従ってしまうところがあるんでね、許せねえなとか思っちゃうんですよね。まあそんな性格でございます。でもそんな性格をしているあなたもね、同じように感じるところがあるんじゃないですか。いやー、公明党はなんでこんなに濃すいのかな。なんかね、その公明党、私がね、こんなにね、濃すい濃すい、ずるいずるい、何一ついいところがないと思ってるところに選挙が近づいてくると、熱心な総学会の方がね、公明党お願いしますってくるんで、なんかいたたまれないですよ。創価学会の人の善意が公明党の悪意に駆逐されているという、そんな図が見えて、滑稽やら気の毒やらで何とも言えないですね。いや本当にね、困った人を救う、弱気を助け、強気をくじくではないですけどもね、現在の公明党は強気に寄り添い、弱者を踏みつけ、もしくは無視をして感じですかね。なんということでしょうか、というふうな動画でございました。皆さんどういうふうに思いますか。私はね、今の公明党は、自民党以下になっちゃうんじゃないかな。自民党はね、悪事を働いていることを自覚してるときまだいいんですよ。ただ公明党はね、なんか与党にいるっていう目的のために国民を切り捨て、いわゆる棄民政治に加担しているという意味ではね、スネオ的立場にいるのかなと思いますよね。どうなっちゃうんですかね、これから。嫌な感じですよね。公明党万歳。